ブラバム BT53 は、ブラバムが1984年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ゴードン・マレー。BT53 は、チャンピオンマシンである BT52 の発展型であり、シーズン前テストに持ち込まれた、BT52C 及び、BT52D とほぼ同一だった。ライバルのタグエンジンや、 ホンダエンジンが燃費、パワー、ドライバビリティの面で向上していくのに対し、改良の進まない BMW エンジンはやや苦しい立場にあった。また、1984年からはレース中の給油が禁止されたため、稲が王でもパワーアップが迫られた。このため、BMW エンジンはブーストアップでこれに対応することになる。決勝で3.8バール。 予選では4.5バールまでブーストアップされた BMW M12-13 エンジンは予選仕様で900馬力、決勝では800馬力を発揮し、当時の F1 選手権において最もパワフルなエンジンとなった。キャラミノストレートでは時速 325km の速度を記録している。前年度の予選仕様をしのぐ猛烈なブーストアップに対応するため、 冷却系のさらなる強化が図られた。ラジエーターとインタークーラーを含む補機類の配置が見直され、これを収めるためにサイドポンツームが大型化された。また燃料タンクはレギュレーション変更に合わせて規定いっぱいの220リットルまで大型化された。モノコックは BT53 と同じく上半分がカーボン、下半分がアルミハーニカムだった。冷却系は シーズン途中に見直され、第7戦カナダグランプリからはノーズにインテークが設けられ、オイルクーラーが移設された。F1 市場に残る国書となったアメリカグランプリでは、予選用にインテークを拡大したノーズが急遽用意された。エースドライバーはチャンピオンのネルソン・ピケ。セカンドドライバーとしてテオ・ファビ、コラード・ファビ、マンフレット・ビンケール・ホックが乗り継いだ。 ピケは2勝を含む4度の表彰台を記録したが、BMW エンジンの持病である信頼性の低さに、シーズンを通して泣かされた。チームは常にエンジントラブルに苦しみ、あらゆるコースで故障が発生した。信頼性は、シーズン後半に、やや改善されたが、ピケはすでにチャンピオン争いから脱落した後だった。最強のエンジンを手に入れたマクラーレンがシーズンを完全に支配し、ブラバムは、 フェラーリ、ウィリアムズともどもカヤの外だった。粘り強いファイトが持ち味のピケでもエンジンが壊れればなす術もなく、度重なるリタイアによってチャンピオンシップを5位で終えた。ピケは予選では絶好調でマクラーレンよりも早く9度のポールポジションを獲得したが、完走は7回のみだった。BT53 は1台が、BT52D から BT53 から1として、 編入され、その後5台が制作された。ありがとうございます。